強くなったことを実感するな。そのもの、亡くなったのか。クリスは、誰よりも優しい娘だった。そのようだな。囚われの身でありながら、町の者とも馴染んでいたようだ。そのクリスが、なぜ死んだ？なぜ殺された？誰だ？誰を私は憎めばいいのだ？ならば私を憎め。私がここに連れてこなければ、その娘は死なずに済んだのだ。ボーゼル！ボーゼル様！手を出すな。そうだ。私こそが元凶だ。なぜ、なぜお前が闇の王なのだ。光の民は人を殺し、闇へとすべて押し付けていたというのに、なぜお前はそうしない？バルディアのせいだと一言も口にしない！我が、闇の長たるものだからだ。お前、長か。もう私は長ではない。その資格をなくした。ならばどうする？その娘の喪に服すか？それとも、流浪の身となるか？一つだけ、聞かせてくれ。お前の目的は何だ？
歩。すべてを闇の名のもとに覆い尽くし、誰も虐げられない世界を作ることだ。人も魔物も平等であるべき、そう思っている。戦いがあってもいい、争いがあってもいい。だがそれは一方的に何者かが何者かを虐げることであってはならない。平和ではないのか？平和など意味がない。しかし、理不尽な虐げは違う。人も魔物も己の存在をかけ、平等に争い、生き抜くことこそが、混沌の理想なのだ。その理想、私にも手伝わせてくれ。それが実現すれば、もうクリスが殺されるようなことは、起こらないのだろう。そうだな。一方的な力による蹂躙などは許さんさ。ああ、私は、闇の軍勢に、参加する。私が奮起せねば、皆はついてこないからな。魔物と一緒にいた。ただそれだけで人が人を殺す世界にレヴィンは絶望し、ボーゼルへの協力を申し出る。闇の軍勢の将となったレヴィンが敵として見据える視線の先に展開していたのは、バルディアとダルシスの連合軍。そこにはかつての仲間や好敵手の姿もあった。